ロート製薬公式 YouTuber の根伏いこころです。今日も明るく元気に振る舞う某製薬会社公式 YouTuber の根伏いこころさん。工夫を凝らした動画や愛らしいキャラクターを生かして世界中に笑顔と健康情報を届けているが、その裏である問題に悩まされているという。それは、はい、疲れ目にはいつも悩まされています。そう、デジタル機器やブルーライトダメージによる疲れ目。私は会社員として働きながら YouTuber をやっているので、必然的に PC を見る時間も長くなります。それにテレビゲームをやる時間も長いので、それも疲れ目の原因の一つだと思います。もちろんテレビゲームも遊びではなく仕事の一環としてやっています。私のゲーム実況はハイレベルで洗練されたプレイスタイルを売りにしているので、普段の練習から決して手を抜くことができません。またコンテンツをより良いものにするための市場調査も欠かさず行っているので、スマホを見る時間も長くなってしまいますね。それに加えて最近のおうち時間の増加、これが疲れ目に追い打ちをかけています。昨今の在宅勤務の増加により、世の中の6割以上の人がデジタル接触時間が伸びたと答えています。現にココロさんの1日のデジタル接触時間も大幅に増加しています。こういった要因からココロさんの疲れはピークに達し、徐々に YouTube での活動にも支障をきたすようになりました。皆さんぜひデオコ使ってき、いやこれらは実際にココロさんが過去の YouTube 動画内でミスを連発している様子です。疲れ目が原因の一つと言えるでしょう。この先私は一体どうすればいいのか。そうやって落ち込んでいる時に出会ったのが、そう、ロートデジアイコンタクトだったんです。ロートデジアイコンタクトとは、コンタクトをつけたまま PC やスマホを使う人にぴったり、画面がぼやけて見づらいという疲れ目の症状を解決してくれる優れものなんです。この目薬にはピント調節筋の疲れを改善したり、コンタクトの摩擦から角膜を保護してくれる成分が入っているんです。しかも日本初、コンタクト用目薬に硫酸亜鉛水和物を配合しました。何がすごいって、ブルーライトやコンタクトの角膜炎症を改善してくれる。とにかくすごい商品が出たんです。実は夜寝つきも良くなって、よく眠れるようになりました。身長も多分3センチくらい伸びたと思います。あくまで個人の感想です。効果効能を保証するものでは決してありません。あとファッションセンスも良くなりました。今まで私服がダサいと言われることが多かったんですけど、それは疲れ目が原因だったんですね。あくまで個人の感想です。効果効能を保証するものではありません。あとおそらく嘘です。いや、絶対的に嘘です。疲れ目にお悩みの方は絶対試してほしい。某製薬会社の公式 YouTuber を務める根伏いこころさんも大絶賛のロートデジアイ、ぜひお買い求めください。コンタクトの目、疲れてませんか？そこでデジアイ、コンタクトの疲れやブルーライトダメージから目を守ってくれる3つの有効成分。ロートデジアイコンタクト、スマホ疲れにはデジアイやで。ロート、ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。